中華子ダイレクト打った、こナイスカバーです、ね、最初のシュートのカバーも素晴らしかったです、はい、もう一度田中、田中が攻める、これはお前強いですね、田中よくが中に入って田中、もうかわした、瀬古が狙っていました、田中ここはうまい、顔を出したのはナゴです、田中トラップ際ハイネルです、もう一度入れ替わって田中、田中横パス、田中来た、抜けた、田中のシュート、真ん中を崩しました、アンカーから出てきた田中が決めて先手を取りました、湘南ベルマーレ、お見事、セカンドボール、田中聡、面白いプレーを見せて、タリク大橋スルーしてシュート、うまく引っ掛けて石原直樹から田中聡、あ逆サイドよく見えてた、ね、はい、いいボール、これ田中聡もこれ逆サイドに引っ、うまく回避をしました、今度は湘南ボールで田中聡一人飛ばした、田中聡は低いボールで左高橋、激しい、左サイドボードから山口、いや逆サイド、バーラーの走っている、バーラーの絵というところはナイスタックルです、中身のコーセーブ、イニエスタ中、ヘディング中、サトシ後ろから来た、いろんな距離が取った田中サトシが左足、おー、ルンバが粘った、田中サトシガツガツいった、田中粘る、おー、勝負した、勝負した、中央を受けた田中聡、田中聡、17歳パワフルな左足を見せました、落とした、落としたが味方に残らない、探しましたが、お、田中、田中、ね、田中行く、田中行く、スタジアムの空気が変わった、小林翔太が真ん中走ってる、それに呼応するように坂本も来ました、ただ外したのが田中聡のドリブル、大きな展開で岡本へ、逆サイドから勝ちが来た、セカンドボール浮かせていって、ヘディングだ、ナイスキーパー、飛び出したのは田中です、田中聡、力強く前進、田中3人引きつけて、あーこれ一人とっても過言ではありません、ここで相手かわしてですね、ロックから大橋見える、大橋縦に仕掛けて、ここからクロス、ニア、来た、田中聡、あの位置に田中聡入りました、いやー3列目から出てきましたね、今日は前半から七が随分高い位置まで来ました、七がそのままドリブルで倒された、ボックス内、笛は鳴っていません、352と442っていう切り返しからレアンドロー、ナイスカバー、後ろからシュートだ、ここもナイスカバーするんですけども、まあ、長いのところに行ってしまったというところじゃないですかね、しかし同じようにボールを奪いに行く安永、でもね、3列目あたりから出てくるような選手が出てくるとね、近いところ小林、この辺りが最終を守ります、さあ1点チャンスになりました、振りながらドリブルで持っていくんですが、ボール奪取した今度は湘南の縦、後ろから肌ワンタッチ、トラップ流れたが田中聡、おー、よく上げた、逆のウェリントン、スクランブルです、田中がボールを奪いました、この前に運べるの大きいですね、前は繋がれて推理します、田中聡、その前にファールです、ブリント、そして田中聡が打った、ナイスキーパー、肩がボールを要求する、近いサイドでウェリントン中央、そしてあっと田中入ってくる、いい判断だった、おっと
まく流してが追いかけて、マットが行く、マット、よくここはカットしました。おやだ、おや。大久保は一人飛ばします。伊藤敦樹が来ます。スペースに出て秋元、田中聡、ちょっと距離を取りながら松岡、そこを狙って田中聡、セカンドボールブリントンできます。真ん中でシアオサンターナ、そのボールを田中聡が、高校出身のルーキー、まあ、ツーサイドのところに思った高い位置からします。確かに落ち着いています。田中いいプレッシャーですね。このボールを田中聡が食いつく、おーまた行った、行ったのは C 橋です。ここは早いですね、はい、田中聡が中央ドリブルで仕掛けます。これはヒシャリストが止めましたが、陣内アタックスタートでのシュートの質、シュートの前のパスです。この辺りの課題、一旦下げます。田中ワンタッチパス、田中もう一度縦に行った、お田中、そして斉藤から石原直樹、田中が上がっていっている、逆サイド岡本、中川がいる、クロスグラウンダーニアに中川、ボール松田、おっと岡武藤、そしてこのまま田中が入っていく、倒れない、田中もう一度行く、そしてパスを選択、スペースに流し込んだボール、坂本来ましたが、こういうところですね、まだ我慢して、はい、吉がラストパス、前のスペース、前下が行く、とにかく結果からの続きなんで、まあまあいろんな意味でタリクは慎重に使ってみたかった、そのタリクは今日スタメンです。ここも古橋、古橋から藤本、エリキもいいところに抜け出しましたけどね、おっとこれは田中がなんとか残した、岩田、内湯、これはノーファール、股を抜きに行った田中聡、アシスタントレフリーがフラッグを上げてファールになりました。